ベニスの子供自動車競争は、1914年公開の短編サイレント映画で、チャールズ・チャップリンの映画出演2作目にあたる、キーストン社による制作で、監督は、ヘンリー・レアマン、チャップリンの、放浪者イコール、トランプの紛争、いわゆる、チャーリーは、本作で、初めて登場したと長らく信じられてきた。これには後に異論が提されたが、いずれにせよ本作は、 当時の観客にとっては、チャーリーが初めて登場した劇場公開作品であり、チャーリーは映画史上最も有名なものの一つになってゆく。なお、本作が日本で公開されたのかは不明であり、放題は、チャップリンの伝記を表した、映画史屋のデイビッド・ロビンソン著、チャップリンした刊末のフィルモグラフィーに準じている。また、ロビンソンやブレント・オーカーラによる最新の研究の結果、 正式タイトルは子供自動車競争だと判明した。チャップリンの役はカリフォルニア州ベニスで開催された子供自動車レースの見物人である。チャップリンはレースを撮影するカメラの前にひたすらシャシャリ出て自分がカメラに移ろうとしたり、レースの邪魔になったりと周囲をイライラさせる役回りを演じている。ストーリーのモデルとしてチャップリンが後年に語ったところによれば、 フレッドカーノー劇団の一員としてアメリカを巡業中ニュージャージー州で見かけたカーニバルのパレードで小う,うるさい役人が撮影中のキャメラにしきりに身を乗り出してきた光景がヒントになったとしているロビンソンはほぼ同じ時期に制作されたメーベルの急遽と比べると比較的簡便な作品とするなお本作は実際のレース会場で撮影されチャップリンは 他の共演者とともに本物の観客たちの前で演技をしている。レースそのもののモデルは近接するサントモニカでバンダービルハ杯が開催されたことを記念したバンダービルハ杯のジュニア版レースである。このジュニア版バンダービルハ杯の開催ではソープボックスダービーと呼ばれるエンジンなしの車のために加速用のランプが設けられたがこの作品でも加速用ランプと 応募式建造物が映っている。ジュニア版、バンダービルト杯は1914年に開催したきり、開催の実績はないが、およそ100年経った2012年になって、当時のトロフィーが発見されて、オークションにかけられた。メディアを再生する映画の一場面、チャップリンの映画出演2作目にして、放浪者が初登場したとも説明されてきた。作品冒頭に記したように、この作品は、チャーリーが、 初めて登場した作品とみなされてきたが、当のチャップリン本人は、メーベルの休憩の方が、先と回想しており、ロビンソンが回想を尊重して、チャーリーのデビュー作を、メーベルの休憩と断じた時期もあった。ロビンソンはさらにダメ押しとして、こういう細かい記憶ではまず間違いないのがチャップリンとも述べて、いたが、スウェーデンの映画学者坊ベルイルントが、関係者の証言や、当時の天気予報などから、 ベニスの子供自動車競争が先であると断定した。しかし、チャップリン研究家の大野博之は、その後、メーベルの休憩のみにおいて、チャーリーの紛争に若干の違いが確認されること、メーベルの休憩を撮影していたハンス公園カンプの回想、そして、キーストン社の関係資料によると、メーベルの休憩の撮影開始日が1914年1月6日とされていることから、 メーベルの急遽こそが、チャップリンが初めて、チャーリーの紛争をした作品であり、やはり、チャップリンの回想は正しかったと結論づけている。大野は2005年の時点では、ベルイルントの説を採用しており、同年の著書、チャップリン再入門では、初登場の時点で、チャーリーイコール弱者イコール大衆と、それに敵対する権力という構図が完成されていると、指摘していた。いずれにせよ、 初登場以降、1940年の独裁者までの間、チャーリーは観客に愛される存在となった。もっとも、初登場からおよそ4年間のチャーリーは弱者をいじめたり、性的にいやらしい役柄の人物であることが多く、一般的なチャーリー像が確立されるのは、1918年の犬の生活まで待たなければならない。この作品は、 サイレント映画だが、チャップリンのデビュー100周年を記念し、日本チャップリン協会監修の下、スターチャンネルで日本語吹き替えが制作された。ここでは、大野の観光から離れていない時期とする。チャップリンを加えた、カーノー劇団のアメリカ巡業は1910年から1912年6月までのものと、1912年10月からのものの2回あるが、どちらの巡業でのことかは不明。 なお、校舎の途中でチャップリンは映画界に転身する。ありがとうございます。